皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。はい、では今日の、まあ、テーマはですね、救いと苦難ということで、ちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ここじゃなかったし、変わらないですか。これで、あ、こっちだ。はい。まずですね、あるクリスチャンの素朴な疑問ということで、ちょっとこれを読んでいただきたいんですけども、私はイエス・キリストを信じ、洗礼を受けてクリスチャンになりました。しかしクリスチャンになってからも病気はするし、貧困はなくならないし、人間関係の問題で相変わらず悩んでいます。救われたはずなのになぜ苦難があるのでしょうかということで、まあ、実はこれ私の4年前にですね、まあ、洗礼を受けたんですけどね。でその時はまだよく分かってなくて、で救われるというのは、まあ、自分のそのなんかいろいろな経済問題とかいろんなことでその時は問題を抱えてたんですけど、そういうのがね解決することぐらいにまあ考えてたんでしょうかね。ところが全然変わらないので、救われたはずなのになんで苦難があるんだろうと。であと、まあ教会に来てもいろんな人がですね、やっぱりいろいろ苦しんでるわけですよね。でなんで苦難があるんだろうっていうようなことをですね、疑問に思ってました。まあ今はある程度救いのね、その本質であるとかそういうのを聖書で学んできたので、まあある程度は分かるんですけども、今後のところはですね全然分かんなかったですね。でまずそのここから始めていきたいと思います。まずその聖書の教えるこの救いっていうのは何なのかっていうことをですね、ちょっとまずみんなで皆さんで確認したいと思いますね。でローマ人への手紙、これはパウロの先生の書いた文章なんですけど、こういうふうに書いてあります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様にとあります。でここで一人の人って書いてあるのがアダムのことですね。神様が最初に作られた人をです。でそのアダムによって罪が世界に入りといったのは、これは神様がアダムに知恵の好みは食べてはいけないっていうですね、その戒めというかご命令を、ご命令に背いたんですね。自分勝手にそのまあそういう道を歩み始めた。でそれが罪です。でこの罪によって、まあ、人間は死ぬようになったんですね。罪によって死が入りというのはそういう意味です。でこうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったというのは、全人類はそのアダムの子孫ですね。だからそのアダムの罪、その死というのが全部全人類にですね、この蔓延してしまったと、受け継いでいってしまったと。だから私も含めてもう全て皆さんはこの罪を持っている。で死ぬわけですね。でそれとあとですね、このようになってしまった人間に対して神様はどうされたのかというのが、もう次 の、 その、ね、ヨハネによる福音書の3章16節に書いてあります。で読んでみます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメンですね。もうものすごく有名なこれ言葉で、神様は、まあ、そういう人間にですね、その一人子というのがイエス・キリストです。お与えになったってことは十字架にかけたってことですね。で人を救うためにですね、その最もその自分のその一人子を与えた、まあ、十字架にかけたと。でそれはその御子を信じる者、だからイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだということは、御子を信じない者、まあ、だから
この十字架にかけて罪は贖ったよということを信じない人は滅びるということですね。全部滅びてしまう。でも御子を信ずれば滅びないです。これが救われるということですね。だから永遠の命を持って、なすその後滅びることなく永遠の命を持って生きていけるんだよというのが救いの内容だということです。そうするとですね、救われるというのは病気が治ったり、その貧困やその人間関係の問題が解決することではなくって、まあ、神様とですね、一旦こう分離してしまったのを、まあ、和解する、神の、まあ、怒りから解放される、和解するということなんですね。ならばじゃあ苦難というのは一体何なのかということですね。で、創世記の、まあ、3章の17節を見ると、まあ、このように書いてます。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの上に呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる、ということで、この人に言われたというのはアダムが神様にですね、家の好み食べてはいけないよと言ったのを背いたときに、このように、まあ、言ったんですよね。つまり呪われてしまった、この時に大地が。で、あなたは、まあ、アダム、人間はこれから一生苦しむよ、そこから苦しんで生きていくことになると。で、この時にですね、まあ、苦難というのが入ってきたんだということが分かります。で、その後、まあ、ローマ人への手紙のパウロもこのように言っています。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています、ということで、これはその後神様は、まあ、この呪われてしまったこの世界をですね、立て直すためにですね、またイエス様がこう来られて千年王国から新天新地を作ろうとされているんですね。で、それまでの間はこの被造物、まあ、人間も含めてこの自然界すべてがですね、この新しく生まれ変わる時の生みの苦しみっていうんですかね、それをまあ苦しんでるんだと。で、それがまあ苦難のまあ正体かなということで、ということはですね、要するに救われてもですね、苦難はあるんですよね。で、それはもうイエス様もはっきりそれは福音書に書いてある通りに言われてます。で、ちょっとヨハネの福音書16章の33節にですね、このように書いてありますね。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、ということで、アーメンです。まあ、苦難があるんですよね、世には。で、パウロ先生もローマ人の中にですね、このように述べてますね。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に配れれば取りに足りないと私は考えます。アメン。苦難はあるんですけどね。で、その苦難というのはでもやがて来るですね、この新しい世界、私たちが受けるその栄光と比較したらもう取りに足りないもんだと、まあ、そういうふうに言ってるんですね。とはいえですね、まあ、それはすごい励ましになるんですけども、苦難はまあ耐えていきましょうということになるんですけど、まあ、そうは言ってもですね、私たち、まあ、弱い人間はなんとかこれをいろんな、まあ、励まされて乗り越えていきたいということなんですね。で、ちょっと前置きが非常に長くなりましたけども、で、本日のテーマというのは、じゃあクリスチャンはこのような苦難に対してどのように向かうべきかというのが今日ちょっと一緒に考えたいことです。で、苦難というとですね、聖書で必ず引き合いに出されるのは呼ぶ記なんですよね。で、ちょっと呼ぶ記を今日題材にこの苦難ということをちょっと、まあ、考えていきたいなと。ちょっとまあ長いのでね、今日は時間もないし、まあ簡単にちょっとバイブルトークみたいになってきますけども、概要をまずちょっとまとめて、ましたんで、ちょっと読んでいきます。ヨブは正しい人で、まあ、裕福でですね、多くの財産と子供に恵まれていたんですね。非常に金持ちだったんですね。
で、神様は、非常に信仰心の厚かったんですけどね、ヨブはね。でそのヨブをすごく愛してですね、自慢してました。である日ですね、サタンですね、来てですね、でもそのヨブの信仰心というのはですね、それは神様から祝福されているからであって、でこの祝福を失ったらですね、信仰も伏せるはずだというふうに言うんですね。でそこで神様はですね、サタンがこのヨブを試すことを許されたんですね。するとサタンはですね、ヨブから命以外のですね、全てを奪ったんですね。で大きなすごい患難がヨブを襲いました。でヨブは財産も家族も健康もですね、全て失ったんですね。でこの絵はですね、ちょっと後から出てきますけど、どなたかが描いた絵で、ロシア のどっかの美術館に置いているものです。で左側にいる人が、ヨブですね。もう体中もできものだらけですね。で子供も全部死んでしまった。で財産も非常にたくさんの奴隷とか家畜も持ってたんですが、全部失ってしまったんですよね。だけどもヨブは最後まで神を信頼し、信仰を失わなかったんですね。でヨブ記にはそのヨブがどのように言ったかというのが書かれてます。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢に帰ろう、主は与え、主は捕らえる、主の皆は本べきかな。ヨブはこれらすべてのことにおいても身に落ちることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかったということで、素晴らしい信仰ですよね。でさらにですね、奥さんがおられたようですね。で奥さんはあまりにもそのヨブのですね、悲惨なその状態を見て、このように言ったそうです。すると妻が彼に言った、あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか、神を呪って死にさえしなさい。しかし彼は妻に言った、あなたはどっかの愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いにも受けるべきではないか。ヨブはこのこと、すべてのことにおいても唇によって罪に陥ることはなかった。アーメンです。すごいですね、ヨブね。ここまで言ってもなお下り下ってですね、で幸いを受けているのであれば災いも受け入れるんだというふうにおっしゃってます。でこの右側の方に書いてある3人の人、友人ですね。でこれはヨブの友人で、ヨブがこのようになるんですね、もう全て失ってしまったということまではるばるですね訪ねてきたんですが、あまりにも悲惨なので7日間何も言えずにですね、黙ってたそうです。でそのうちにですね、ちょっとヨブを批判し始めたんですね。なぜかというと、当時ですね、苦難というのは罰であると、神様からの罰だというのが一般的だったそうですね。でこの見舞いに来たヨブの友人たちのですね、この患難というのは、ヨブが何かわからないけど気がつかずにですね、罪を犯したんじゃないかというふうにね、こう裁き始めたんですよね。でヨブはですね、仲間からもう非難もされたんだけども、するんですけども、反論してですね、一生懸命、いやそんなことはないと、で自己弁護にですね過ぎてしまったんですね。非常に堅くないに、自己弁護したの。だけどもちょっとこの後ですね、割愛してるんですけどね、神様はこの友人と、そしてヨブのね会話を聞いててですね、でずっと聞いててですね、で最後にですね、ヨブに語ったんですよね。でヨブに創造主である神のそのいろいろな質問をね答えてみようと言って、わーっと質問を投げかけたんですね。そしたらヨブがですね、一つも答えられなかったということで、で結局人間は何者なんだっていうのね、そういうへりくだりというか、その傲慢なその思いがヨブにあったということをですね、
神様は指摘されたんですね。でヨブはこの後ですね、まあ、へりくだってですね、その3人の友のためにですね、鳥なしの祈りをしたんですよね。で神様はこの3人の友人たちにもかなり厳しく批判されたんですけど、鳥なしの祈りをするとですね、そうすると病が治ったんですね。でこの後ですね、神によって、まあ、以前の2倍の財産を与えられてですね、で子供たちにも恵まれて、まあ、幸せな後、この事件の後ですね、約140年、まあ、生きたと書いてあるんですね。で余生を、幸せな余生を送ったと、まあ、ハッピーエンドだったんですよね。で、まあ、この物語からですね、ちょっとどんなことが学べるかなということなんですけど、まあ、一つはですね、まあ、神様というのはもう、いいことも、もう全部苦難も含めて、もう全ての主権者、全て支配されている方なんですよね。だからまあ神様はまあ人間を愛してます。だから試練によって訓練されることもあるでしょう。でも人間にはですね、分からないことが多いですね。ほとんどまあ分からないと言ってもいいです。だからまあその点をまあへりくだってこう受け入れるということが大事かなということですね。それともう一つは、まあ、ここが大事だと思うんですけど、なぜっていうのをですね、人間をどうしても問いたくなるんですよね。なぜ苦難があるのか、そういうふうに解いてしまうと、まあ、因果応報っていうんですかね、原因があって結果があるっていうのがこの世界の、まあ、非造物の世界の一般的な法則ですから、どうしても人間はそういうふうに考えたがるんですが、神様は創造主ですよね。で創造っていうのは、まあ、この因果関係を超えてるんですよね。だから苦難がなぜあるかということを問い出すとですね、多分ね、永遠に答えに行き着かないんですよね。だからそういうふうに問うのではなくって、どのように生きるべきかを問うということが大事であるというふうに思われます。それとあと2番目、これが大事かなと思うのはですね、テサロニケの絵の手紙で5章18節にこのようにありますね。すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。はっきり神様が望んでいることはもう全部感謝しなさいということなんですよね。で、このまあ私はここ大事だと思ったんですけど、すぐにですね、私も連想したのは何でもない日おめでとうっていうね、ご存知ですか、このディズニーの不思議の国のアリスの中でですね、中に歌があるんですよね。でこれは普通私たちは何かいいことがある記念すべき日、誕生日ですね、おめでとうっていうわけですよね。そうじゃなくては誕生日でない日もおめでとうっていうんですね。最後にですね、でこれをちょっと聞いてから終わろうかと思って、ちょっと、これどうやってやるのかな、一旦出なきゃいけないですか、ちょっと皆さんで聞いてみましょう、楽しいですよ。生まれなかった日、めでたいなんでもない日、祝えなんでもない日、祝えなんでもない日、万歳。なんでもない日万歳、僕の誰の、僕の君の、なんでもない日万歳、君の俺の、そうだ俺だ、乾杯しよう祝おう、おめでとう、なんでもない日万歳、やっほーやっほー。ありがとうございます。ですね、なんでもない日、何もない日、何もないかっていうとね、そうじゃないんですよね。もうすべて私たちはこういただいてるんですね。体も人生もこの世界も空気も光もすべていただいてます。だからあるんですよ、すべてあるんですよね。でたまたま例えば私時々ね、まあ包丁でこう親指とかですね、なんか切ったりするとね、もう1週間ぐらいね、治るまでね、何もできないんですよね。本当その時初めてね、分かるんですよね。あ、こんな素晴らしい点が与えられてたんだとかね。でもうそれをまずね、感謝するっていうのはへりくだりの一歩かなというふうに思いました。
で、いうことで、最後ですね、お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは私がどうにもならない状況も動かしてくださるお方だということを信じます。どのような悪い状況にあっても常に平安であることを感謝します。あなたを信頼する者にあなたはしっかりと報いてくださいます。だから私は信じ抜きます。あなたは私が失ってしまったすべてのものを以前にも増して回復させてくださるお方です。主イエスキリストの名においてお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。